はい、じゃあ、絶対脱税王だけ右落としとくわ。あれ君たち落とした覚えないんだけど、どうしているんだい基本的にはここにいて、多分落としたスイッチでこっちが。なるほどね。名もなき道。すげえ、谷みたいになってる。何なんか、食らってんねんけど。なんか、アニメーションすげえ入っと、見て。あー、うるせえ。君、話しかけても何もないし、でんで。すげえ燃やされたんだけど。死ね死ねを手に入れた。やったいよいよね、もうやっぱ感動やわ。今まで死ねって言われたら、だいたいこういう作品ってさ、もうボス戦とかさ、イベントでなんか死んじゃうとかあるやん。それを手に入れることができるからね。死ねがあるわ。死ね！あ、あれ、あれ、あれ、あ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 、ちょっとすみません、どいてくれませんかね。すみません、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 どいてくれませんかね。それは予期してる動きなんか予期してない動きはわかんない。とりあえず一つ言える。これはね、詰んでる。あ、よかった。作りが荒いみたいで、ちょっと今作り荒かったっす。これね、こう戻った後に、こっち行ってこっち行ればね、治ってました。よかったよかった。てっきりもうダメかと思ったけどな。まあいいや、とりあえずこっち行ってみようか。え？待って、見て。あんこ！ああ、ちょっと。さあ、まあ、あんこって言うとくわ。なんで文字書いて遊んでんの？すげえな。俺でもここまでしなかったぞ。さあ、二人いますよ、なぜか。仲間にいる二人と、なぜかこっちにいますけど。はい。見てみましょう。あ。え、何も喋らないんだけど、なんか喋ってよ。ハローさん、ここはいい眺めで、ね、仲間から外しといた方がいいと思うんだ。それは。青空に、髪なびかせる天使かな。それは俳句。なぜだろう、私は俳句を知っています。まあ、割と記憶喪失っていうのは大体ね、その、ものは知ってるからね。もの自体はね。甘辛の空たちは俳句と言うかもしれない。特に俺は俳句ってのは知らないけど、なんとなく胸打ちがこぼれ落ちた、ザレ言のエスロごと、ザレ言とエスロごとってどういうことやねん。もう同じこと2回言ってんねん。頭痛が痛いわ。何を言ってるかが気持ちは伝わるよ。口を変わってもうたやんか。好きやドルチェ付き合ってくれガッパーナそんなギュッとされてもね、気持ちに答えたくなっちゃう。ちょっと待ってよ。え？私、ハロロのガキを産んでんのよ。それなのにこんなヒゲ面の青臭いメスが好きだっていうの？そんな、一回しただけで妊娠するなんて、マジが悪いだろあれ伏線だったの？さ、魔王の BGM をライオンしないでくれるか。そしたらね、なんかね、テンポが戻りました。だから、この乱用するな。わかる。気持ちはわかるんだ。乱用しすぎじゃねえか、少しこの曲。ハローさん、モラクルは一軸欠如しています。それに相対して、マーシャさんは旗渡した人間として進化してくれ、私と伝えてましょう。あ、甘辛、気持ち熟熟。おい、おい、どうなんだよ。俺は甘辛必要なんだよ。シャイニングスター流すな。その後、甘辛マーシャルを子供の名前でハンチハルと名付けたんだよ。それ、子供の名前に名付けんだよ、7文字なんて。いや、待って、はて、この二人の回ってる商人たちがちょっと気になりますね。まあ、少なくとも、BGM を乱用するゲームであることは分かったんだが、まあ、せっかくだから全部見るもん見ようぜ。はい。お、何？あ！ゲームハロルド！くそ、死ねって言われとったもんな、そういや。こっちは？回ってるけど。ふん。あ！あ、俗に言うこれってのは罪ってやつかい？俗に言うこれ罪ってやつかい？あとはこっちのルートだよね、要は。要はこっちのルートをやってないんですよね。死ねを手に入れたはいいんですけど。
こっちのルートやってないんで、こっち見ちゃいましょう、一応ね。はい、じゃあ行きまーす。コン。398名手に入れた。1010名手に入れた。さっき見たな、その数字。好きだなぁ。じゃあ、まあこっち行くと何があるかですね。ハロルド。おとなしく甘辛をよこせ。なぜだ？甘辛は前世に犯罪を犯した罪ある犯罪者だ。そうですか。でも、罪ある犯罪者は魔王が裁いてどうするんですか？はい。甘辛は、コンビニのホットスナックで万引きを繰り返す。どうやって？店員か。アルバイトならいけるけど。どうやって？後ろやで、あれって。極悪移動の非道で決まりない残虐流極悪人だ。同じ実像を並べるな。コンビニ？ホットスナック？なんだそれはみたいになってる。おそらく前世ではそのような文化があったでしょ。甘辛って名前ついてるしな。おとなしく甘辛するようなハロラを見逃して、さあどうする。こんだけの魔王を敵に、まあほんまよ。魔王のグラフィック並べてどうすんのよ。でも俺は、あ、え、なにこれ。甘辛を差し出す俺、マーシャ甘辛、どういうこと。上に逃げ、下に逃げる。皆さんから3つ分岐あったんだけど。まあ、上から行きます。甘辛を差し出し、かっこ、俺！ふん。甘辛を預かせてもらう。あと、やっぱりその春のその感じ、好きじゃないから、やっぱり無事に返さないわ。何？ん？ほらほらほら、飛び降りなクズ。なや、これ。あ、ん？痛かった？でも回復してあげてよ。早く飛び降りろよ。仲間3人、フラグ、パーティーの、外すをやっといた方が、これいろいろとね。さあ。マーシャか、アマカラか、俺か、誰を助けようと。上に逃げると、マーシャを助けるルートになります。どういうこと？はい。あれ魔王が女になったね。あれ魔王女になったけど。上に逃げる。じゃあ、逃げるとどうなの？はい。って、さ、仲間外したったら？あれなんか書いてあるな。ハルード、何しに来たの？マーシャ何に来た？言葉を伝えたくて、どの口が言うんや、こいつ。ここに来たってことは？甘辛を見つけて、いや、後ろいる、後ろいる。すっげえ後ろいるわ。寺田心、あ、今も買った寺田心って書いてあるじゃん。なんでだよ。ふざけて遊ぶな。もう背景で。甘辛なんて今どうでもいい。いるやん。フュージョンしてるやん。俺にはマーシャしか見えない。だから聞いてくれ。はい。マーシャと出会ったのは、クレフズム村のほとり。10歳のあどけない幼児から想像できないほど、君は美しかった。村は少子高齢化に伴い、うん。子供は2人に対して、老人は1億3000万人いて、将来が危うしかった。立ち込めなさすぎだわ、むしろ。どうなってんだよ。はい。そんな、絶望に差し込む一員のきらめき。それが君だ。ホストクラブなの？何はともあれ。ねえ、流す流すな。あのね、もうなんかね、もうすぐこう、なんかよくわからない言葉を入れてくるね、君は。はい。ああまあになっちゃったもん。もちろんだよ。だってだってだって、ハローのこと、大好きでしたもん。マーシャー。ハロルが、老人の畑に酒物を繰り出すゲラシを話して、農作業を引退させた後に、土地を安く買い取って、不倫入手法人でゲラシを駆逐して、何声ぐらいの文字を拡張せず好きだった。嫌いになれるわ。大学の図書の腰痛文系コーナーで付けました。変な生物のチャンネルの知識を生かした引退だけど、あのやりとり見てるな。はぁ、あんなのかっこよすぎる。私の恋人にふさわしいよ。ふさわしいか、本当に。本当に言ってるか。そんなところで生きていけないよ、ほんまよ。お前なんで俺のかっこよさ、どこぞの皇帝夫人を集団に回してる富裕層の気持ちを超越するんだぜ。歩く姿がかっこいいそのもの。マーシャはそれを見たら心臓が止まるだろうな。皇帝夫人も集団に回してるっても嫌やけどな、俺。そんなやつとこんなになりたくないけどな。ん？あれ？雪が降ってる。君と共有するこの空間に、そんなニュアンスがある。雪なんてロマンティックトック。そのテイストがあるね。ないよ。
俺たちの存在は奇跡そのものだな。二人それは天候さえも操作してしまう。実際は雪なんて降ってないけど、二人の雰囲気がそう思わせてしまう。小説書いてんの？この奇跡、幸せを世界中にばらまきたいね。じゃあ、ウルトラカップチャンネル開設しない？自身の足を取り出すし、お前の自身の足はサムネイルできるしな。あのね、これは確かにサムネイルはできるんだけど、動画のサムネイルはできるんだけど、俺ちょっと不安要素があるんだわ。なんかいろいろちょっと不安要素あるから、後で調べとくわね。君のこと。それだ！それからカップルチャンネルを四つ目で解説した、ハルとマーシャ、チャンネル部署がいい、やめろ！その数字がもう狙ってんだわ。その収益にかかる税金を法人雑税するために法人化をしたり、で、こうや積み立てナーサーに分散投資して手応えつまぜ人生を送ったのは、また別のお話。これ、にゃんじゃねえんだわ。終わるな。まあ、わかりやすくね、フラグ化回収できるんで甘から行きましょうか。下に逃げると甘からルートです。じゃあ、どんな感じになるんでしょうかね。はい。あ、自動で歩いてきたよ。甘から、早く来い。逃げるんだ。ごめん。いけないや。ほら、ちゃんとイベントほら、作ってあるんじゃん。ほら、もう後ろのやつもいなくなってる。これはいいイベントになるかもしれん、マジで。何言ってんのよ。三人なら逃げれるわ。私は名前を思い出すために、魔王を倒さなければならない。そんなわがままに、二人を巻き込むわけにはいきません。わがままなんかじゃない。俺はお前と一緒にいるのが楽しい。早くこっちに来るんだ。あんなに分裂した魔王を倒すことはできない。お別れですね。ハローさん、マーシャさん。そんな魔王を倒しに一人倒すなんて、死にに行くようなもんじゃない。命を無駄にしちゃダメだよ。ありがとう、マーシャさん。でも、名前を思い出すことができないなら死んでしまっても構いません。ははは。私、バカですよね。バカだ。でも俺知ってる。まさか名前を知ってるなんて言いませんよね。名前を当てたら一緒に村に帰ってくれるんだな。はい。名前がわかるなら、帰らない理由はありません。君は。君は。君は。398ってそういうことだったのか。君って、もうそこから伏線立ってたのか。君は、これね、ちょっと、え？合ってる？これ。君はテントをミキア。合ってるんだ！よかったよかったよかった、合ってたわ。割と考えさせてくれやがったな。思い出した。私の名前、私の過去、私の正体、なんでもわかるかわからん。なんでそれで思い出すんや。なんか長くなってきたぞ。私はこの世界を滑る七宮人の氏か一人、スネベロの一人娘、その彼女の見落とした一人筋の涙が、ちょっとどっかで区切ってくんねえか。魔王を使うなんで、また使っただろ、これ。はぁに、でもハロルド、お前の名前どんどんなくなってってんだよ。着順二日目時、ストクエンザマスターで思い出しました。いらねえ。天使は何とかできないの？天使ができることは光り輝くことぐらい、それが人間としてありません。嘘！作品によって、まあそうだけど、天使って大体無能だよね。少しは状況はマシになったか、あのさ、一つって背景一致してなくない？背景丸一つ一致してないぞ、これ。魔王を止めないと村が崩壊してしまうの歴史、尺寸で、それを目前で言ったように、食前の野菜を全力で立ち向かう。全速力に全速するのに全然敵前逃亡しかない。え？僕と兄弟が何とは別に2機はしてないですね。おお！ずっと懐で使いました。アップルです！パインです！よかったな、お前来たな、なんか。魔王こそ味方の陣地か。あの後ろ竹の丘にてよくわかんねえ奴らだ。何後付けで作ったエンディング。もう私たちが引き受けば安心してください。お前ら誰なんだよ。この方たちから魔王の8爆連暴力を感じます。8億倍って何やねん。村いや村よ。
ハロルド。え、お前から馬足を蒸してほしい。魔王なのかもしれない。もう奴らのハッピーエンドだな。いや、ハロルドなんで顔変わったん？あれあれ誰今の人誰？いつもの使えばいいんじゃん。コブチーム戦わせたり、ここ4年くがジャグラーで一攫千金したり、そして、恋をしたり。ああ、もうちょっと遅くしてくんね。幸せ待ってもらえない。だから、おいかけ、だいぞぞ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 。ああ。音楽。イラストやっぱり。え、あの後、マモリングで崩落したのは、また別のお話。割と救いなかったな。あの、ちょっと待って、俺一つだけ、本当に突っ込みない。どうしよう、そのゲーム